新作のご紹介をいたします。切り替えラインが入っている A ライン調のワンピースになります。こちらですね、前身頃に切り替えが入っております。映りますかね、無地だからちょっと分かりにくいかもしれないんですが、切り替えが入っております。首の方が狭くて裾に行くにつながってだんだん太くこう三角になっているラインになっております。とてもね、それがアクセントになると思います。でシルエットも、このようにね、かなり広がった A ライン調のワンピースになっております。そしてもう一つポイントがあります。袖口のスリット空きがあります。こちらとってもアクセントになるんじゃないかと思います。全体的に、すっきりとしたラインだと思います。で私も着てみました。柄物で作ってみました。じゃあ着るとこんな感じのシルエットになります。丈はね、先ほどのは短い方で、私の方はロング丈になっておりますが、やっぱり平置きにするラインとはちょっと変わるんじゃないかと思います。でこちらですね、肩幅とかそのこの辺、胸あたり、胸のあたりはすっきりとしてるんですけれども、ちょうどこう脇下から広がるラインがフレアになって綺麗なんじゃないかと思います。こんな感じです。白もこうですね、こちです。で柄物や無地とか、これからですとリネンなんかもおすすめになります。ぜひ作ってみてください。